ダークネスゲーム、シラです。今回なんですけども、皆さんね、ペッカ使ってる方ならね、全員かわかんないけど悩んでるであろう端前ペッカとか後ろペッカのタイミングをね、まあ教えていこうと思います。口でこう解説しても多分ね、皆さんわかんないし、僕もわかんないと思うんで、実践でやっていこうと思います。はい、マッチングしました。キッカーさんですね、よろしくお願いします。今回はまあ、端前ペッカの解説ということなんですが、実際にはね、他のカードも全然こうやってやっていくので、まあ、その都度ね、解説聞いてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。まあ、端前ペッカがわかんないとかいう方はね、この動画ぜひ最後まで見ていただければ、もう完璧になるんじゃないかなという思うので、あれですね、僕がうまくいかなくても許してください。で、まずゴーストをやってあげて、ダメですね。これ、マジアチャ延命しましょう。ちょっと下手すぎましたね、今のは。今の下手すぎたんですけど、まあ、マジアチャもギリギリ生きるし、これ、向上が。相手ペッカですね。相手ペッカなんですけど、面白いデッキしてますね。何が面白いかっつうと、アーチャーとバーバリアンがペッカのデッキにいるっつうことが何よりも面白いですね。そしたら、そうですね。あいつ、ロケット星をまず真っ先に倒しますか。こいつをパシッてやってあげて、あ、できてないですね。パシッてやってできてないんですけども、まあ相手のデッキは多分ね、今アーチャーとかしかいないと思うんで、そうですね。そしたらポイズンかけてあげれば、まあこいつら死ぬかな。で、今のところ端前ペッカとか後ろペッカはできない状況なんですけども、基本的に残り1分切ってからの方がエリクサーは溜まりやすいので、それまではまあ様子見がてらやっていくっていうのが一番いいと思います。で、相手のデッキ今多分ね、バーバリアンが回ってると思うんで、ユーノとか、おっと、そういう感じか。ちなみにね、このロイホグは、エレクトロウィザードとゴーストでうまい感じに守れるので、皆さんもやってみてください。で、これ、どうせバーバリアンで守ってくるんですけど、守ってきたら守ってきたでね、あ、マジで。まあ、こういう場合はさすがに、ペッカで守っちゃっていいです。逆にね、これペッカで守んなかったら死ぬと思うんで、そうですね。まあ、ちょっと後ろぐらいでペッカ受けてあげればいいかなって感じです。ロケット星もね、アサシン言うのでどうせ倒せんので、おっと、ラグい。ちょっとここでラグいのはやめてほしいな。ここでラグいのは本当にやめてほしい。なぜなら解説をしている途中だから。皆さんにこのラグの画面をお見せしたくないんですよね。お見せしたくないんですけど、おっと、なんかやばいことになってますね。はい、そしたらロケット星はバシバシしてもらって、そうですね。はい、ラグのせいで全てがぶち壊されました。ぶち壊されたんですけど、まだ逆転勝利の兆しはあるので、そうですね。ここバーバリアン先にやっといて、バーバリアンか。で、左のババは、これはそうですね。ここら辺のエレクトロウィザードで全部守ってあげればいいかな。いいかなって気はしたんですけど、多分これ守れないですよね。守れないんですけど、そうですね。とりあえずユーナがあれ、バシュってやってくれるんで、そしたらこれペッカは延命して、ここをですね、これ左ザップだけ打ってあげれば、相手多分止められないんで、工場までつけちゃっていいと思います。はい。バーバリアンもね、どうせエレクトロウィザードの電撃があれば、全部倒しきれないんで、で、工場バーバリアンバシバシやってもらって、ペッカがすげえ生きるんですけども、まあ、これじゃあまだね、完全には生かされてないんで、そうっすね、マジアチャここら辺から出して、それはまずい。それはまずいんですけど、ペッカはあれ、そうだな、多分有能だけで守れるんで、ちょっといろいろ危ない状況ですが、そうですね、これ、ラグのせいで全てがぶち壊されてしまった。とりあえずここをペッカ出してあげれば延命が可能なので、延命してあげましょう。で、これは、ザップですね。ザップ打ってあげて、残りのこのババとかにはロイヤルゴースト当ててあげれば、まあ、うまい感じにやれるかなって感じです。そしたら、あいつペッカ絶対出してくるので、ここ左ゴースト工場でさすがに守れるかな。守れなかったらこれやばいんだよな。守れないっすね。守れなさそうなんですけど、そうっすね。これエレビズだけで多分倒してくれるんですけど、アサシンユーノとザップまで使っちゃおうか。使っちゃって、そうだな。これはどうすればいいんだろう。マジックアーチャーやってからの、ここら辺にロイヤルゴースト出してあげればいいかな。で、ロイホグ来た時はエレクトルウィザードで守ってあげれば、マジックアーチャーがうまい。はい、ちょっとね、音声トラブルで今の録画撮れてなかったんですけど、というわけでまあ2戦目やっていきましょう。1戦目は勝つことが、またウォルブレか。またウォルブレなんですけど、こういう時はまあ、片方はさすがに許容していいかなって感じです。特に出すやつもいないんでね。そしたらこれマジックアーチャーとかここら辺から出してあげれば、またラグかよ。ラグ本当にやめてくれ。頼むから。
で、これバシバシやってあげれば、まあ、1、2発は殴ってくれるかな。で、このババも倒してくれるんで、あとは相手、ディガーボルブレなんで、ボムタワーが多分相手の向こうにいるんですけど、ちょ、ラグで出せない。本当にラグ。ラグ、おい、ちょ、ラグくん、君、どうかしてるぜ。ちょ、あ、もう、ラグのせいで意味なく工場とか、なんかエレベーター裂いちゃったじゃん。これはもう完全に意味ないんですけど、まあ、最初に言うのはバシバシやってあげれば、多分これ、ババと言うのでうまい感じに倒してくれるんで、まあ、因果応報ってやつですね。因果応報とはまた違うけど、そうですね、ガゴもあれはガン無視して、言うのも入って、ああ、いい感じですね。そしたら、アド取ってるので、相手が今したいことは多分ディガーを飛ばすとかだと思うんですよね。はい、そうですね。そしたらロイヤルゴーストで守ってあげて、多分ね、こっちの方がアド取ってるし、このゴーストにも相手何かしてきますよね。そうなったら、後ろからペッカです。はい、アド取ってるし、で、相手が絶対何か出してくるな、という時は、こうやって出してあげることによって、そうですね、この誘導とかも、こうやってバーバリアンで誘導してあげれば、全部ペッカが処理してくれるので、はい。で、工場はササーリに行くし、ペッカもこれね、向こうのところに行くんで、そうっすね。そしたら、このメガナイトはマジックアーチャーで貫いて、ローリングバブリアン多分来るんで、そうっすね、言うので延命してあげて、はい。全部が完璧。完璧に進みまくる。そしたら、相手ね、もう、やることがいっぱいいっぱいなんですよね。本当に、ちょっといろいろありすぎて。ちょっと言うの、それは怠慢ですよ。職務怠慢ってやつなんですけど、まあよくあることですね、言うのなんで。はい、そしたら 1,2 発殴ってくれればあとはゴーストでいいかな。今言ったようにアド取った時に後ろペッカをすると相手の戦況を乱すことができるんですよね。で、このゴーストとかにも相手なんか裂きたいし、そうなったら相手これウォルブレとか出してくるかな。ウォルブレ出してきそうだな。ウォルブレ出してきそうなんで、とりあえずディガーだけ先に釣って、あ、出してこないですね。出してこないんですけど、多分相手、メガナイトとかで受けてくるんで、マスケをまずポイズンで倒して、マジカーチャーこっから出してあげればいいかな。さすがに食らんないでしょ。あ、食らっちゃったっすけど、食らっちゃったな、さすがにちょっとしょうがないかな、これは。しょうがなくないんですけど、これはザップの、これで全部守れるんで、OK です。はい、そしたらね、またペッカ後ろから出していきましょう。後ろペッカがね、結局最強なんで、このゴーストもね、マスケ倒すのに一役買ってくれるし、そうですね、そしたら相手何出してくるかな。あー、OKOK。ここら辺にね、マジックアーチャー出してあげれば、多分また貫くんで。で、そしてローリングバーバリアン来たら、それもペッカのおやつですよ、と。はい。で、全部を倒した後ね、エレビズとか出してあげて、これもね、あ、なんでバーバリアンなんだ、ポイズン出したのに。ここら辺からアサシンユーノ飛ばしてあげれば、マスケバシバシやってくれるので、はい、問題ないですね。で、そしたら、そうですね、これ全部守れるので、ペッカ。今、端前ペッカすると、多分メガナイト出したいんですよね。メガナイト出したいんですけど、コストがないはずなんです。そしたら、右のこのゴーストだとかね、あ、全部ペッカでバシバシやってくれるし、このゴーストの前にマジカーチャー出してあげれば、多分相手ね、何もできないんですよね。はい、そんな感じで、これが、後ろペッカと端前ペッカって感じですね。で、バシバシしてくれて、ゴーストも結構削ってますよね。で、そしたら後ろユーノしてあげて、問題なら、またペッカここら辺から出すか。出してあげて、おっと、これはゴーストからの、あ、ゴーストだけど守れないな、これ。守れないんですけど、全然問題ないですね。おっと、ラグイ。ラグインすけど、工場つけてあげて、マジックアーチャーでこれ1、2発貫ければ、またラグ？本当にラグだけやめてくれ。お願いします。お願いします。あ、ちょっと、いろいろおかしいっすね。いろいろおかしいんすけど、おっと、本当におかしい。何が起こってんだ、これ。何が起こってんのか全くわかんないが、マスケまであれ全部倒してもらって、そうだな、メガネとあれ倒してくれかな。倒してくれなさそうだな。倒してくれなさそうなんですけど、工場が入るか？はい。若干入ったか、若干入るんですけど、後ろペッカしてあげれば、多分相手また何もできないと思うんで、今のところ相手ね、ファイボとか見えてないんで、マジックアーチャー倒せないはずなんですよ。そしたら、右ユーノの工場飛ばしてあげて、そうっすね。そしたら相手、またね、こういう感じで、さすがに、あー、マジか。ちょっと説明が下手なんですけど、ペッカを随時こうやって付け足してあげることによって、なんと相手ガン無視してしまうんですね。これがグッドゲーム。はい、それでは3試合目いきましょう。ラグがないことを本当に祈るばかりです。フラッシングさんよろしくお願いします。端前ペッカのタイミングね、さっき上手かったんで、今回もこんな感じでやってあげれればなと思うんですけど、アド取ってるなーっていう時に、削れてるタワーの方に後ろから出すってのが定番ですね。はい、そしたらまずユーノは展開したので、相手このユーノに何か出すかな。あ、出してきたんですけど、ボムタワーに、スケルトンか、相手何デッキだろう。ボムタワーね、マジアチャ出してあげていいと思います。なんだかんだマジックアチャがいるだけでボムタワー破壊できるし、
そしたら相手マジアチャにもなんか咲かなきゃいけなくなるので、左ロイゴが正解かな。相手ちょっと踏ん張りすぎましたね。これマジアチ2発入りますね。お、3発入った。そしたらペッカは早めに出してあげて、ホグですね。相手がホグの場合はペッカは残り1分切るまでは特に動かなくていいと思います。はい。でそして相手言うのが、そうっすね、右ナイト、左ナイト咲いたんで、これ多分スケルトンがね厳しいはずなんですよね。そしたら言うのつけてあげれば、まあうまい感じにペッカとかがバシバシやってあげるよって感じで、そしたらこれこボムタワーも壊れるのでペッカの後ろに工場つけてあげれば、まあどんだけねウッドだろうが飛ばそうだろうが、あ、もう長いツがとにかく防ぎづらくなるんで、はい、そうっすね。そしたらこのエルウィズもうまい感じに仕事してくれて、まあこのホグを一発も与えずに倒すことができると。はい、これここまで全部計算通りではないんですけど、まあナイトもねうまい感じに付け足してくれるので、これがコスト管理ってやつですね。あとは手札把握か。相手今スケルトンしかいないと思うんで、ロイヤルゴースト出してあげれば多分処理がきついんですよね。どうかな、読みは当たるかな。当たったね。そしたらこいつらザップで消し飛ばしてあげて、ロイヤルゴーストを1、2発殴ってもらいましょう。でそしたら相手ね今ホグ回ってないしアド取ってるので、後ろペッカしちゃっていいと思います。でダメージはねこっちの方が食らってるんですけど、結局はコストと手札がどれくらいあるかっていうのが問題なんで、相手ホグ回ってたんですけど2倍タイム入っちゃったんで全然 OK です。エレクトロウィザードというのでうまい感じ守ってあげて、で相手ボムタワーあるはずなんで、ペッカのいる方向にねマジックアーチャーをこううまい具合に刺してあげればまあいいかなって感じかな。でこれもバシバシやってあげて、はい、そうっすね、こうやって全部倒してくれるんで、左これ、あーそっか、なるほど、工場やってあげればうまい感じ処理できるかなと思ったんだけど、相手がうまかったっすねこれは。でマジックアーチャーがバシバシし続けるんですが、食らっちゃいますね。そしたらアドは取ってないんですけど、早めにペッカとか出してあげれば、相手ホグつけようがねペッカが全て粉砕するっていうシステムになってるので、そうですね、相手クエイクもあるのでなるべく早めに処理したいところなんですけど、相手多分ね何も出せないんですよね。なんでポイズンやってあげて、こっちゴーストつけての、真ん中マジックアーチャーで多分ボムタワーまで貫いてくれるかな。貫いてはくれないですね、ギリギリ貫いてくれてないんですけど、これ言うのまでつければ多分相手ね雪玉しか出すもんがなくなるんですよね。でバシュってしてもらって、そうですね、言うのが結構入ると思います、これで。でそしたらそうですね、相手怒ってんですけど、マスケがいないので、そうっすね、右エレクトロウィザードでナイトを守ってからのこっちペッカ待機ですね。はい、 OK です。ホグ来るときに最速でねペッカを構えておけば、ホグノーダメージで防ぐことができるんで、そしたらこっち工場とかつけてあげればまたいいかな。でここ真ん中のマジックアーチャーでボムタワー破壊してもらって、多分スケルトまで出してくるのでマジックアーチャーがうざいはずなんですよ。はい、 OK です。そしたら 1,2 発程度殴ってもらえればナイトももろくなるので、相手がねゴースト間に合わず、はい、バシバシ入りで言うのまで入りで、ここゴーストからのマジックアーチャーがバシバシ効いてきて、で相手ねホグ回したやつなんで、ここペッカを、ここペッカで守るよりエレクトロウィザードとゴーストで守った方がいいですね。はい、 1,2 発殴ってもらって、でこれさすがに入っちゃうんですけど、相手がここ何出すかに、あ、 OKOK、 その位置だったらマジックアーチャーがバシバシしてくれるんで、あとはもうポイズン打つだけっすね。おっと、これはペッカで守ってあげて、これやばくね、これやばい気がするんだけど、お、うまい感じにねホグがグニャグニャしてくれたおかげでなんか守れましたね。そしたら、マスケ読みのポイズン打ってあげて、来るかな、来ないね、来ないんですけど、マジックアーチャーここら辺から、おっと、それはさすがにやばい。 OKOK、 全部守ってもらって、右ユーノとかしてあげれば、またゴーストとか守ってあげて、で、これポイズン回せば勝ちですね。で、ポイズン相手回るかな、回る、回る、回らないかな、回れ、くらえ。はい、というわけでいかがだったでしょうか。おさらいとしては、まあ、アド取ったら後ろペッカ、相手がペッカの対策カードがないときは端前ペッカっていう感じの使い分けでいいと思います。ペッカ工場ね、わかんないことあったら僕のチャンネルでいろんな他の攻略系の動画とか開けてるんで、ぜひそちらも見てってください。この動画が役に立ったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。